はいどうも、今回は珍しく注意喚起といいますか、ちょっとヤフオクを見てて、で、それはちょっとどうなのっていうのを見かけたので、それについてちょっとお話ししようかなっていうふうに思います。っていうのはですね、古いデカールについてです。まあこれまでもね、過去の動画でもさんざっぱらね、古いデカールに関してああでもねこうでもねって言ってやっていますけれども、見てるたまたまヤフオクとかでね、いろいろとおすすめしてくる商品があるんですよね。でその中に古いデカール、社外デカール、純正デカール問わず、もちろん、売りに出してる方をそれを把握してるかしてないかはわからないんですけど、多分してないんじゃないかなというふうに思いますし、入札されてる方も多分把握してなくて、入札してるんじゃないかなというふうに思うんですけども、それがものすごいこう、入札せってるのを見かけたんですけど、ぶっちゃけた話、買わない方がいいです。確かにレアなことはわかるんですけど、でじゃあなんで買っちゃダメなのっていう話をちょっとやっていこうかなというふうに思います。ここに以前入手した、これ多分当時物です、スタジオ27のデカールがあります。これかなり古いものです。この古いものの見分け方みたいな感じも後で話していこうかなというふうに思うんですけども、これを実際ちょっと使ってやってみようかなっていうふうに思います。ではですね、まず古いデカールの見分け方、これ一例です。これタミヤのベンベの 635CSI についてくる純正のデカールです。これワンチャンとかって思って、ずっと残してたんですけれども、まずこれ見てもらってわかると思いますけど、このニスの部分、本来であれば透明の部分、ここ黄ばんでしまっていますよね。あとこの白いところとか見てもらうと、もうこれ変色しちゃってます。本来はここ白なんですけども、黄色くなってしまっていますよね。こういうデカールはまずやめた方がいいです。こういうのを黄変って言います。でこういう黄変したデカール、過去にもね、自分も何回かいろいろと実験してみたりとかしましたけども、例えば天日干しをするとこの黄変が抜けるだとか、あとは漂白剤を使うとかっていう方法もあるにはあります。でね、黄変デカールについてね、動画で取り上げるとそうやってやれば綺麗になるじゃんっていう話をコメントいただきますけど、自分はもうまず黄変したものは使いません。っていうのは、もう黄変してるっていうことも、これかなり古いデカールなんですよね。なのでこれ仮に黄変取れたとしても使える可能性が3割ぐらい、経験上ですよ、3割ぐらいだと思います。なので自分はまず黄変したものは使いません。で黄変してるもの、古いものっていうのはどういう風になるかっていうと、この現状デカールシートだったら大丈夫なんですけど、実際水に浮かべてみるとパリパリ割れてきたりすることがあります。もうあとは粉々になってしまったりだとかね、そういうことがあったりするので、自分はまず黄変しているものは使いません。次、絶版になってから10年以上経過しているキットのデカール、10年、ものによるんだけど、まずやめた方がいいと思います。これはぶっちゃけた話、使えない場合もの方が多いというだけで、使えることもあります。でなんで10年っていう風にしてるかっていうと、実際のところで15、6年、20年ぐらいかなまでのものも使えることは使えるっていうキットも実際あるんですよね。なんですけど、例えばこれまでの動画とかでもね、いろいろ言っていますけども、デカールそのものがメーカーによって違うっていう、メーカーによっても違うし、同じメーカーの中でも違うっていうことはね、これまでの動画でも何回も何回も言っていますけれども、例えば分かりやすいのが、タミヤの32の GT-R のグループ A とかの
グループ A とかグループ N とかのデカールなんですけど、まあ以前ね、まあの動画でも話していますけども、うちまあキットのね買い取り販売とかそういうこともしたりとかもしていた時期があります。わかりやすいのがタミヤのファルケン GTR のグループ N、 このデカールって、経験上 100% ダメです。もうこのシートの状態で粉々になってます。もうその時点でもう動画外でも使えないんですけど、だけどこれも過去の動画でも扱いましたけども、ほぼ同時期に、生産されたタミヤの3人のグループ N の、カストロールの、あの緑メタリックのカストロールね、あれのデカールって、まあ、過去に2台作りた作り2台か3台かな作ったけど、あの使えました。だからまあ同じメーカーでほぼ同時期に生産されたものでもそういったものを使える使えないとかっていうのはあるんですよね。なのでまあ安牌を取るんなら絶版後10年以上のものはやめた方がいいと思います。だから例えばあの今なんかだとこういうあの古いキット、例えば20年ぐらい前まで生産、20年前、30年前ぐらいまで生産されたキットをあのねバラ売りしてる人がいるんですよ。でバラ売りしてる人が把握してるかどうかは分かんないんですけど、例えばタバコスポンサーのデカールとかが昔はねあのキットに標準でついていたりとかしていましたけれども、そのタバコデカール欲しさにこう入札されている方をよく見かけるっていうのもありますけども、まずね使えないっていうふうに思ってもらった方がいいと思います。これまあ後で使おうかなというふうに思っているやつです。スタジオ27の場合、このST27-DC なんちゃらっていう風にありますよね。この DC なんちゃらのここの数字が500番より前のもの、これもやめた方がいいです。これなんでダメなのかっていうと、自分も知らなかったんですけれども、まあ、T ガレージ始めてしばらくしてから、まあ、このスタジオ27のデカールを取り寄せて、使ってみようかなっていう風に思ったんですよ。そしたら問屋さんを通して、メーカーの方からですね500より前のもの、まあこれもう 4,5 年前なんですけど、 4,5 年前の時点でこの500より前のものっていうのは、生産最終生産からその時点で10年以上経過しているっていう話をされました。まあだから単純に言うと 14,5 年前になっちゃいますね、今からか言うと。でもうメーカーとして保証できませんっていう話をされました。だから例えば新品を取り寄せて、新品をメーカーから取り寄せたとしても、メーカーにずーっと在庫されていたものでもう使えない可能性が高いよということを話をされました。で現にちょっと前にスタジオ27でアウトレット的な感じでね、一切保証はなしです、その500番より前とか古いものですね。まあ、多分今だと500より前っていうことじゃなくて、もうちょっと新しい番号がね、数字が新しいものでもあのそういう風になってるんじゃないかなっていう風に思いますけども、その辺がですねあの半額とかでも売りに出されてたりとかしてました。なのでもうメーカー側もそういう話をされていますので、これはもうやめた方がいいです。まあ実際これ後で使ってみますね。じゃあ他のメーカーはごめんなさい、うち T ガレージはの扱っあの 取引させてもらってる問屋さん、ちょっとスタジオ27以外の、社外デカールのね、取り扱いができないので、ちょっとごめんなさい、わからないです。だけど例えばこのデカールシートを見てもらうと、これ分かりやすいかな、分かるかどうかはちょっと色味的に伝わってるかどうか分かんないですけど、この端っこの方日に焼けてね黄色くなってるんですよね。こういうのはもう確実に古いやつです。でこういうのって実際めっちゃレアなものとかあるんですよ。レアなものあるんですけど、もう古いやつはやめた方がいいです。特に2桁とか100番台とかっていうのは、当時物です。だから例えば
タミヤの3人の GTR のグループ A 用っていろいろ発売されていましたけれども、その辺なんかだともう多分当時ものです。だから30年前とかザラだと思います。もう多分ダメです。気持ちはわかります。レアなもの欲しい気持ちはわかります。だけどこの辺の古いものに関しては最近ね、全部が全部じゃないんですけど、スタジオ27の方で、リバイバル生産みたいなものがちょっとずつ始まっています。まあ、だからその辺の番号は、例えば古いやつ、DC500 より前だったやつも千何百番とかそういう番号で、リバイバル生産なものがちょっとずつ始まっています。なのでそういうのを待ちましょう。どれだけレアだから分かるんです。その気持ちは分かるんだけどやめた方がいいです。あとね、以前カルトグラフのデカールは40年ものでも使えたっていう話をしましたが、その後にねいろいろ見てたんですけど、いろいろ使ってみて分かるようになったんですけど、カルトグラフでも品質にばらつきがあるんですよ。まあ、具体的な諸事情に関してはここでは明かさないんですけども、でカルトグラフで20年ものダメでした。なのでまあそれダメだったやつはね、まあ過去動画を見てもらえれば分かりますんで、過去動画も見てね。なのでカルトグラフだからって言って OK ってわけでもないんだなっていうことを知りました。まあじゃあね、実際じゃあこれ水に浮かべてみましょう。このスタジオ27のやつに関してはこのラリーゼッケンですね、これを使います。浮かべます。これタミヤのやつに関してはここの部分ですね、この部分浮かべます。まず見てもらってわかるかなというふうに思いますが、スタジオ27の方デカールの台紙に水が浸透していきません。デカールっていうのは基本的に紙に、糊を印刷してその上に、ニスを印刷してその上に色を印刷してっていうような感じでデカールっていうのは作られます。糊がねもうね溶けないんですよ。こう水が浸透していかないっていう。だから台紙に置いておいても剥がれてきません。まず次、これタミヤの方ですね。こっち浸透してるように見えますが、こっちはですね、糊が溶けません。これ水は浸透してるんですよ。こっちは水は浸透してるんだけど、糊が溶けません。だからこっちも浮いてきません。じゃあお湯でやれば、はい、お湯でやれば剥がれることもあります。もう一か八かです、これに関しては。だけど、じゃあ次の、お湯沸かしましょうか。じゃあ。お湯入れなくても、沸かしてる間に、デカール浮きました。デカール浮いたんですけど、ここ、切れちゃってんの見えます？で、これ例えば、ピンセットで掴もうとするでしょう。ほら。こういう風になるんですよ。で、応変してるものの中でも小さいものだったらなんとかなることは実際あります。あるんですけど、だいたいこういう風になっちゃいますね。なのでもうこのデカールシート、このタミヤのやつの方に関してはもうダメですね、これ全部。なのでこれはもうポイします。でこういう風になってて、仮に余震ば貼りたいところにね、こうやってね持ち上げて、台紙ごと持ち上げてこうやって写したとします。これプラ板だからいいですけど、例えば、カーモデルなんかの場合だともう曲面だらけですよね。沿わせようと思って、例えばこうマークフィットだとか、マークセッターだとかそういったものを使って
移したとしてもそこに追従させようとしてコロコロさせたりすると、これ前にウレタンクリアの実験で使った90チェイサーのボディですけど、例えばこうやってね移したとするじゃないですか。でもこの状態で腫れたと思ってクリアコートするとまずもうダメです。クリアコートしても定着してない、定着、溶着できてできないので、まずねクリアを拭いたらバキバキに割れます。粉々になります。なのでまずまあこのやつはダメですよね。じゃあこっちのスタジオ27の方のデカールですね、結構しっかりしてるような感じになりますけど、これしっかりしてる方ですね。まだこの状態でじゃあ密着させようとして、まあちょっとウレタンクリアだからまた感覚違うんだけどな、例えばマークヒット、マークセッターか、こういうねへこんでるモールドの細いところ、狭いところとかこういうところとかにね沿わせようとしても伸びないです。デカールがちょっとこの90だとちょっとあれだな、いい場所がないないい場所がないんですけど、ちょっと説得力ないかもしれない、これはまだ状態が良かったからかなっていうふうに思いますけど、過去にカローラ WRC で、一時期ねこのスタジオ27の古いデカールを使って何台か作りましたけども、くちゃくちゃになりますね。これはまだいい方だからちょっと説得力ないかもしれないけど、例えばこうやってね今こうやって押さえたりとかしたりとかしてますけど、例えばまあ綿棒ね、まあ皆さん綿棒水つけてやると思います。自分は水つけないけど、つけてこうやってやってたりとかこういう風にしてたりとかしていくと、ほら割れてくるでしょ、見えてるかな、こういう風になるんですよ。ほら溶着させようとしてもちょっと色味的に分かりづらいかもしれない。あ、これはもう水つけた綿棒でもこうなるんですよね。じゃああなた以前こいつは A でとかつって言ってた、まあ名前は出さないでおきますけども、デカールの上にニス塗ったりとかするやつあるじゃないですか。まあニスとかまあいろいろ塗ったりする方法あります、ありますけど、あれやればいいじゃない、あれ自分やらなくなりました。っていうのは曲面に貼りたいとき、こういった曲面とかに貼りたいときにデカールそのものが硬くなるんですよ。で硬くなるから沿わせることができないんですよね。これ綺麗に沿ってんじゃねえか、綺麗に沿ってるように見えますけど、これ、まあこいつは状態が良かったからね、良かったみたい、ちょっと説得力ないけど、だけどいつもこうなるわけじゃないです。なのでもう硬くなってもう沿わなくなるんですよ。だってこのデカールの上に塗るわけですから、デカールの上に塗るってことはその分デカールの厚みが厚くなるわけですよね。デカールの厚みが厚くなるっていうことはこういった曲面に対して沿いにくくなる。あと、マークフィットだとかマークセッター、マークソフターとかそういったものでデカールが柔らかくならなくなります。確かに古いキットの、まあもともと古いキットについているデカールとかね、まあそれをじゃあどうしりゃいいねん、まあそれはもう仕方がないかなっていうふうに思うんですけど、いくら社外デカールといっても、まあちょっと今回のこの037のやつに関してはちょっとね分かりにくかったと思うんですけど、多分ねこのね R6 このニス白の大きい部品このデカールとかでやるともっとわかるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、買わない、あえて古いデカールを例えば、まあ、自分がたまたま見たのが定価の倍ぐらいまで入札入ってたんですよ。で
そこまでして買わなくてもいいかなっていうふうに思います。例えばこれが、まあ、ギリ定価ならいいかなとか、まあ、そこら辺はね、あの買おうとする人それぞれの、まあ、価値観とかがあると思うんで、まあ、そこに関しては自分は口出しはしませんけども、まあ、これはね、もう投げ売りされててめちゃくちゃ安く買えたやつだったんで、自分はまあ納得して買ってるんですけど、そういう納得して買うんだったらまだいいんですけど、そういうことを知らないまま、あ、珍しいレアなやつって言って入札するのはやめた方がいいかなっていうふうに思います。ちなみになんですけど、うちは基本的にもう今、まあ動画の中でもねちょこちょこ話したりとかしたりとかしてますけども、ご依頼品とかでこういう古いデカールを持ち込まれてもお断りさせてもらっています。なのでまあ理由としては、まあ綺麗に貼れないっていうのが一番の理由です。なので、お断りさせてもらってますんであれなんですけど、例えばまあそれを知って入札するのと知らずに入札するのと、まあ知らずに入札は、まあ別にヤフオクに限った話じゃないんですけど、知って買うのと知らずに買うのとではだいぶ違うかなっていうふうに思いますので、もしねこれを見ている方の中でそういうこと知らずにね、ちょっと珍しいのを買おうかな、古いやつだけど買おうかなって思っている方は、まあ、ちょっとやめた方がいいかなっていうふうに思います。で、まあ、例えばまあそういうね、まあ、さっきスタジオ27の場合だとそういう古いものをリバイバルでみたいな感じがちょこっとずつやってるっていう話もさせてもらいましたし、あとは例えばまあキットに関して言えば、まあ、再生産されるのを待つとか、そういったことをされた方が自分はいいかなっていうふうに思います。デカールが古いやつ、まあ過去にも何回もやってますけども、デカールが古いやつを使って作るのはものすごいストレスになります。気持ちよく作りたいですよね、どうせ作るんだったら、プラモデルを作りたいんだったら。で、だったら、古いデカールはなるべく、買わない方がいいかなというふうに自分は思います。というお話をさせてもらいました。ご視聴いただきありがとうございました。